オーストラリアにいる一人の中国人留学生は人権を守るイベントに参加した後中国当局による家族を利用した脅しと嫌がらせの経験を暴露しました家族を守るために彼女は本名を隠し観察者という意味の通称ズーを使用しています以下彼女をズーと称しますズーさんは6月から合衆で勉強を始めました彼女は 内部告発者として初めてウイルス発生の情報を公開し、新型コロナウイルスで亡くなった李文良医師のために昨年12月、メルボルンで2つの追悼式を挙げました。昨年10月、ズーさんは民主化デモ参加のため香港へ行きました。そして今年4月に中国共産党の国家安全保障局に本名と家族構成を特定されました。警官は深夜に ズーさんの父親を呼び出し、ズーさんが中国大使館の前で集まるよう中国人を先導、また中国におけるネット検閲システムの回避方法を中国人に教えた犯罪者であると通告しました。また警官は父親にツイッターのパスワードをズーさんから聞き出し、自称説得するよう命じました。ズーさんは父親が共産党員であり、マルクス主義を研究する専門家であったことを エポックタイムズ誌に話しました。国家安全保障局の要求通り、彼はズーさんの帰国を説得しています。ご自身の体験やお父様に何があったのか教えていただけますか国家安全保障局の警官たちは私を調べており、私の身元を突き止めました。彼らは父を警察署に呼び出し、私のツイッターのパスワードを聞き出すよう強要しました。私は当然教えませんでした。 警官たちはその後、私が犯した罪を列挙しました。例えば、ネット検閲システムの回避方法を中国人に教えたことや、中国大使館の前で中国人の集会を先導したことなどです。父は何度も深夜、警察に呼び出されました。警官は私を重罪犯として捜査しており、国家安全保障に関わると父を脅迫したのだと思います。 私は本当に罪を犯したのか、あるいはただ脅しているだけなのかはわかりません。彼らは私が確実に中国に戻ると思っており、自首するのを待っているようです。お父様の状況はいかがですか父は共産党員で習近平を強く支持しています。また共産主義理論の研究者でもあります。父と私は全く違う人格で正反対の視点を持っています。 だからこそ、今回父が私に対して優しく接しているのは、娘への愛ではなく、偽善であると、はっきりとわかっています。お母様の方はいかがですか母は普通の仕事をしていて、世間一般のお母さんと同じです。母は私の状況をとても心配していますが、中国共産党に対して反抗的な態度はとっていません。母は私のことをひたすら心配しています。 お父様はいつ警察に呼び出されましたか4月の終わり頃です。何回ですか父は詳細を教えてくれません。警官は2度私とビデオ会話させるように父に強要し、父は4、5回ほど呼び出されたかもしれません。最近毎週私の状況を報告するよう警察が父に指図しています。父が今も警察に行っているかどうかはわかりません。 私は父との連絡をできる限り最小限にし、自分のことはあまり伝えないようにしています。警官がいくら嫌がらせをしても無駄であることを示したいのです。天安門事件の真相をよく知るようになり、正義を貫く勇気を持つようになったきっかけを教えていただけますか自分の価値観を形成されるまでに、どのような経験をされたのでしょうかそれは単純に正確な情報にアクセスできたからです。 子供の頃から私は中国共産党の残酷な事実を学んできました。人々はそれを無視することに慣れているようですが、私にはそれが受け入れられないのです。中国共産党の政策にしても、本当の歴史にしても、中国共産党はまるで中国国民の母のようで、国民が無知な子供であるかのように中国国民に嘘をついています。誰もが中国政権に怯えながら生きていて、 自分の無力さを痛感しています。子供の時から家族に病院で働いている人がいるので、病院のことをよく知っています。病院がファルンゴンを学んでいる人の臓器を移植手術に使っていることを知っています。病院で働いている人たちは、これらの臓器を不道徳な手段で手に入れたことを知っていますが、医師たちは不道徳であることを考えもせずに、ひたすら移植手術を行うことに慣れてしまいました。 そのため、子供の前でもこのことをポロッと言ってしまいます。私はこの臓器のことは、とても受け入れられないと感じています。最初に知ったのはいつですか中国にいたときですかそれとも海外に来られてからですか中国にいたときで、5歳か6歳ぐらいでした。まだ5、6歳なのに、どうやってこれらのことを理解したのでしょうか臓器のことについて聞きたいのであれば、詳しく説明します。 家族の人で病院関係者がいるので詳しいです。臓器のドナーはファロン語を学んでいる人だけでなく死刑囚もいます。中国での臓器移植の状況は非常に厄介です。これは多くの人が知っていることです。大人たちの中には子供には理解できないだろうと、子供がいてもこの話をする人もいます。私の両親は高学歴です。私は多くを学び、 大人になった後、グレートファイアウォールの突破手段を習得し、積極的にインターネット上で真実を求めました。検閲の回避方法は知りませんでしたが、中国の教育や政治には大きな問題があると感じていました。欧州では親中派の学生も多いですが、ズーさんが活動されている中で、身の安全に不安はありませんでしたか新中教派が最も多いのは欧州で、 米国よりも多いです。これは欧州の学校に入学する多くの中国人学生に、他の学生よりも高い授業料を払っている中国共産党の幹部の子供が含まれているためです。多くの20代の若者は天安門事件についてあまり知らないし、知ろうともしません。ズーさんはいつこの事件を知りましたかまたこの事件についてどう思っていますか実際のところ、 20代の中国の若者のほとんどは大虐殺の基本的な事実を知っていると思います。私が知っている限り、ほとんどの友人は知っています。重要なのは、私たちの世代が1989年の若者とは大きく違うということです。1989年の世代は、自分たちが国の所有者だと認識していたため、国に対して国の将来に対する責任感が強かったのです。 今、我々の世代は無力さを感じています。その結果、臆病者になってしまう者もいます。私たち一人一人が、いつか毛を刈り込まれる羊のようです。タブーな話題に踏み込まなければ、中国で平穏な生活を送れると思っている人がいます。社会的な不公平に直面しても、傍観者になることを選ぶ人もいるのです。あなたの視点は両親とは大きく異なりますが、 この違いにどう対処しているでしょうか正直なところ、私は親への複雑な気持ちをどう処理すればいいのかわかりません。両親と私は確かに愛情を持っていますが、この愛情は私にとって苦痛になっています。以前はまだ両親を変えられるという希望を持っていましたが、今、父は強く私に反対しています。父は私の身の安全を全く気にしていないので、とても悲しいです。 父は明確な政治的立場を持っているため、私がやっていることは犯罪であり、自首すべきだと言っています。父は子供の頃から私を旅行に連れて行ってくれませんでしたが、今私が帰国して自首するように説得するために、私にどれだけ会いたがっているか、そして私たちが一緒に過ごした幸せな時間について語り、私が帰国したら一緒に旅行すると約束し、 私はとても嫌な気持ちにさせられました。今、中国の国家安全部門は、あなたを標的にしています。それは主に天安門大虐殺に対するコメントをしたからですか天安門事件に限らず、私のツイッターの投稿は、習近平批判を含む様々な話題を扱っています。どうやって私の身元を知ったのかはわかりませんが、私がツイッターで習近平を批判した投稿を見て、 重罪に当たると言われました。インタビューは6月4日、中国版エポックタイムズのグー・シャオ・ホア氏によって行われました。